ぎゅーって全体的に経済のブレーキがかかるのが消費増税なんです。2019年10月消費税増税、首相明日発表と読売新聞が報じたのは10月14日。これは10月14日の新聞なんですが、翌10月15日に臨時閣議を開いて安倍首相が発表すると。10月14日の朝の時点で他紙が報じていなかったんで、まあスクープといえばスクープ。でも実態は財務省のワンワンという読売新聞らしい財務省のプロパガンダ報道です。もともと消費増税って法律で決まってるんで、何もしなくても時が経てば消費税は実施されるんですよ。ところがなぜ今こういう報道をしたかといえば、世界情勢を見ればリーマンショック級の事態っていつ起こってもおかしくないんですね。で、また一説によれば10月に入ってからのニューヨークマーケット、また東京マーケットの株価暴落、これはリーマンショック級と見る人もいます。また国際情勢を見ても米中貿易戦争に加え、ムニューシンさんが日本の為替についてまで言及し、また日米でも TAG などの貿易に関する火種が見えている。国内に目を向けても西日本を襲った豪雨、北海道の地震、大阪に台風来ましたよね。ちょっと前になりますが熊本の地震、さらには北九州の豪雨、日本全国復興復旧が急がれる地域が多く、もちろん東日本大震災の爪痕も残っています。さらには財務省による決裁文書の書き換えとかあったんで、そもそも財務省の立てたプランというのは正しいのかって検証からやらなければならない。こうした国内外と財務省の中の状況を考えれば、今増税すべきじゃないって声は大きい。そこでこの忠実なるしもべを使ってプロパガンダを打ったと。読売新聞は新聞に軽減税率を認めさせてからもう忠実なるです。増税が景気を悪化させること、マクロ経済とかミクロ経済とかね、いろいろありますが、端的に過去の消費税増税で景気が悪くなった。もうこれだけで論破できちゃうんですよ。ちなみに日本が1000兆円の借金を抱えているとか言ってるのは、まあ、これ高橋洋一先生とかね、常念司さんなんかが完全に論破しておりますが、もっと簡単に我々の庶民の感覚で言うと、3000万の住宅ローンを抱えていましたとさ、まあ、この人は純粋なる3000万の借金を抱えていると言えるのでしょうか。土地には評価額というのがあって、まあ、土地の値段ですね。土地の値段があるんで、この土地が2000万の評価だった時に、純粋な借金というのはこの残りの1000万になる。ざっくりと言うと、この国の1000兆の借金も、国が持っている資産というものがカウントされていない数字なんですよ。なんで、いまだに1000兆の借金だから、日本はもう大変だ、首回んねえとか言ってるのは、財務省のあれです、あれ。もちろん、増税に対して適切な景気対策や施策を打つことによって、この衝撃を極力小さくすることはできるのですが、読売新聞が報じた増税対策を見る限り、もうこれは商売をしたことがない学歴エリートが机の上で数字だけこう調整して考えた、もう机上の空論です。最たるものは中小企業に限って、しかもクレジットカード、電子マネーといった電子決済によってのお客様については 2% の消費税分を還元してもいいよと。で、その還元した分を、まあ、国なりどこかなりが負担してあげるよーんとか言っているのですが、そのためには中小企業側でポイントカード対応、クレジットカード、電子マネー対応のレジに買い替えなければいけない。このレジの回収費についてもある程度の補助金を出すと言っていますが、ただではない。全額ではない。そして電子マネーなりクレジットカードの場合には、このクレジットカード会社も事前事業でやってるわけではないんで、決済手数料というものが発生します。この手数料についてはブラックボックスというか、それぞれの取引先と決めているんで、あくまで私が見聞きした数字で言えば 1% 台のところから 5% ってところもありました。ということは1万円をクレジット決済すると500円何もせずに持っていかれる。まあ手数料としてお支払いしなければならないんです。さてこれをどこが誰が負担するのでしょうか。お店として考えた時にレジを変えてシステム変えてポイントカードもね、こう張り紙とかして始めましたとかやっておいて、さらにこの決済手数料を自分負担、つまり忙しい思いをして大変な思いをして、そして利益が減る。アホなということはお客様負担になるということです。実際にはクレジットカードの決済手数料をお客様にちょうだいっていうことはダメなんですけれど、それはあくまで建前論です。というのは、現金特価って書いてあるお店たくさんありますよね。ただでさえその価格で売れば赤字の商品をさらにクレジット代まで赤字になるのはやってらんねえよっていう商品、あるいはクレジットカード代手数料を払っちゃうと本当に赤字になっちゃうんで、現金だけで、現金でお願いしますというのが現金特価。なのでコストが増えればその分の代金を頂戴するのが商売です。それではお客様はどう思うか。新商品、新サービスの値段が上がっているならば納得感もあります。ところが全く同じ商品、同じサービスで、5% なり、いくらかなりが上がっていたら、お客様はどうするでしょうか。増税したからしょうがないよね。分かった。高い値段払うよっていうお客さんばっかりだったらこんないいことはありません。そんなことありません。とりあえずこれ今持ってるからとかね。それまで1週間に1回買っていた商品を10日に1回にしたり、1ヶ月ごとに買っていたものを1ヶ月半とか2ヶ月とか間隔を空けるようになる。つまりは買い控えが起こる。一生懸命レジを回収してポイントカードを作ってお客様が来なくなる。また以前の動画でも指摘したように、租税上数という段階的にかかっているコストというのが全て商品価格に転嫁される、あるいは転嫁されない場合には利益が減る。利益が減ったお店というのは仕入れを控えたりとか、あるいはそのお店が買う、お店がお客さんになる場合、やっぱり買い控えをする。こうしてギューって全体的に経済のブレーキがかかるのが消費増税なんです。さらに今回中小企業に対してこのようにクレジットカードや電子マネーを使うように導いているのは、彼らの狙いは決済の電子化なんです。キャッシュレス社会を作りたいんです。それはスマートシティとか未来の社会とか日本が最先端にとかじゃないんです。税金を取りやすくするためだけです。現金のやり取りは追いかけきれないんですね。例えば私が甥っ子姪っ子にあげる小遣いなんて追跡のしようがありませんが、これを電子マネーにすれば取引履歴からわかる。私のスマホから甥っ子のスマホにお小遣いをピーッと飛ばした。これ全部記録残っているんで、贈与税なり何なりの補足ができる。企業間取引でもそうですし、町の八百屋、魚屋、乾物屋、ここの資金の流れも完全監視して、1円たりともの脱税は許さない。もちろん脱税は論外なんですが、お金の流れを見ることによって、どこに今お金があるかが分かれば、そしてそれが取りやすい理由があれば、名目があれば、ここに課税するっていうのは、これは日本に限ったことじゃなくて、世界中の為政者がやっていること。それをよりやりやすくしたいのが財務省の思惑と見られております。読売新聞が号砲を鳴らした消費増税。これを受けてか、そろそろね、落ち着くかなと思われた日経平均株価、ズドーンと落ちております。市場は買い材料がなければ売られるというのは当たり前のことで、今日本の企業、実はすごく調子いいんですよ。調子いいんですが、これが来年以降ダメになる。とっとと見限るのがマーケット関係者なんです。このままでは国滅びて財務省ありなんてね、笑えない冗談が待ち受けているんではないかなと、呆れるばかりの今日この頃でございました。ご視聴いただきありがとうございます。またの機会もお付き合いいただければ幸いです。最後にワンコのコーナーでお別れです。安倍晋三完全勝利説というものが、赤が勝ち、ヤクザが打ってバカがいる。あの病気だってあなたに会えたから。